小室浅間神社。小室千元神社は、山梨県富士吉田市にある神社。旧社格は、豪社で、現在は、神社本庁の別表神社。全国にある、浅間神社の一社。旧正下宮浅間神社。富士山下宮、小室浅間神社とも称するほか、地元では、下千元とも呼ばれる。社殿によれば、延暦十二年、七百九十三年。 征夷体将軍坂上田村麻呂が統制の際、現鎮座地より富士山を遥か排して戦勝を祈願し、戦勝後の大道二年、807年、神恩に感謝して、社殿を造営したのに始まるという。神吉田、下、吉田、松山の三里の総鎮守とされ、中世には武田家が祈願所として数継した。明治に入り宇治湖地域であった神吉田を、 北口本宮、富士浅間神社に活場し、それまでの下宮浅間神社から、現在の小室浅間神社に改称した。もともと、小室浅間神社とは、富士山二号目にある山宮、現在の富士小室浅間神社旧本宮の名称であった。2004年、平成16年の新潟中越地震の数日後、本殿前の大鳥居が倒れる事故が起こった。 当地でも余波で微弱な地震が起きたが関係があるかは不明である。東海前後には、付近に人通りは、ほぼなく、怪我人は出なかったが、その後数年間は復旧されなかった。2010年7月、身体の着衣を変える、ご公意祭の付帯事業として、オートリーの再建が実現した。当神社が下宮と呼ばれる理由は、諸説ある。前日の通り、一説には、 富士山二号目にある小室浅間神社、現、富士小室浅間神社旧本宮を上宮、つまり三宮とし、それに対する故障、つまり里宮と言われる。もしくは、富士山そのものを上宮としている。また、当神社は本来はターンに、宮と故障されていたが、上吉田の諏訪の森にある、諏訪神社境内に新たに祀られた北口本宮、富士浅間神社を、 はじめ、各、村々で、浅間大臣を祭り始めたため区別する必要ら、下宮浅間と呼称され始めたとも言われる。藤吉田市内には、北口本宮、藤浅間神社が上吉田に、この小室浅間神社が下吉田にあるため、北口本宮の故障、上宮に対して、当神社を下宮と呼称しているとの誤解を招きやすい。ただ、一般的には、北口浅間を、 上阿間小室阿間神社を下阿間と呼ぶことが定着しているため、上記の誤解を招く元となっている。霊祭は9月19日に行われ、ヤブサメ神事が有名である。地元では、馬と馬かし、馬を飛ばす、甲州弁イコール馬を走らせる、標準語と呼ばれる。境内ではヤブサメに使う神芽が飼育されている。この馬は、日本中央競馬会から奉納されたものである。 かつては、富士山二号目鎮座の小室浅間神社、現、富士小室浅間神社旧本宮の近くにあったが、馬場で行われ、勝山、富士川口湖町、富士小室浅間神社里宮の鎮座地地区と共に、奉納されていい。しかし、村間の争いが激しくなっていったため、協力三年、1530年に、武田氏の家臣である、板垣信方、 板垣信方の事のたちにより、各々の村で奉納されるようになった。現在の馬場は、明治からと伝えられている。この霊祭は、一般的に知られる。ヤブサメと異なり、農耕信仰及び土地の人々に密接した。変わったヤブサメ神事で、藤吉田市無形民族文化財に指定されている。霧日と呼ばれる。一週間にわたる決済と世襲の占い人が、馬の足跡によって。 吉祥を占う、馬邸占いが特徴的である。やぶさめ祭りが終わると、各町内に新職を招き、馬邸占いの結果をもとに、おひち、秋葉行と呼ばれる祭事を行う。各家庭では、その後に、新職から紙水を一枚いただき、家事や争い事がなく無事に過ごせる、よう祈願する。2007年、平成19年9月18日の宵祭りに、 担ぎ手が不足しと抱いていた富士山御子が半世紀ぶりに復活した。60年に一度の例祭では祭神、この花咲くや姫命の身体の着意を変える御好意祭が行われる。20世紀には1950年、昭和25年、2010年、平成22年9月19日深夜2時に実施され、次回は2070年である。 五行一祭の時以外に身体を目にすると、必ず良くないことが起きると伝えられている。例祭は、地語行列を行い、藤吉田市吉田二丁目にある天神社でお祓いを、行い北本宮、藤浅間神社に赴く。山梨県では当社をはじめ藤北六地域や八ヶ岳山六地域において、筒が湯神事が残されている。 小室和様神社の筒が湯祭りは1月14日夜から翌日未明にかけて行われる神事。これにより年間の五穀豊穣、天候、養蚕、富士山倒廃者数を占い、特に富士山傾斜の高を占う点が特徴とされる。結果は筒が湯占い表として公表される。また、筒が湯神事の後には、いろりから釜を外し、沖の上で、 カツノキと呼ばれるヌルデの木で作られたコマを乗せ、その焼き具合で天候を占う、照りフり占いも行われる。こちらの結果も、聖右占い表として公表される。小室和様神社の筒がゆ神事は、戦国時代の富士北六地域の年代記である、勝山記にも、津の回として記録されており、戦国段階で占う14種の農作物とともに、 ほぼ現在と一致する神事であったと考えられている。筒がゆ神事には世襲の占い神一族があり、神社の主な祭儀が占い神事で、それぞれに世襲の一族が代々奉仕していることが大変珍しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。